皆さんこんにちは、ユリアと申します。それでは学園祭の王子様、今回から新しいキャラクターを攻略していこうと思います。今回は、あ、全員いるね。はい、不動峰にやってきました。そして攻略するキャラは、あ、いました。はい、橘さんです。橘さんを攻略していこうと思います。もしかしたらこの世界、アンちゃんと友達なのかもしれないという主人公でやっていきたいと思います。橘先輩。お前か、どうした。橘さんの黒髪久々だな。新手になってから金髪になっちゃったし。少しお話ししたいことがありまして。まあいつものことなのでね。すまないが、後でも構わないか。先に済ませたい用事があるんだ。なんか橘さん、吐息がすごいね。わかりました、また来ます。橘先輩。ん？どうした、運営委員。前から不思議だったんですが、男子テニス部って部員が7人しかいないんですか。あ、それ聞いちゃうか。お前、去年の騒ぎを知らないのか。去年？テニス部で起こった騒動だ。秋の新人戦が出場停止になったことなら知ってますけど。なぜそうなったかについては知らないのか。はい。あれ？転校生じゃないよね。そうか。あ、今橘さんの表情一瞬曇ったような。そりゃね、テニムであんな歌も歌ったらそうなるよ。いや、ここは聞かない、聞けないよ。空気的にも雰囲気的にも今は聞きません。そうか、そう言ってくれるとありがたい。いつか話せる時が来ると思う。気長に待ちますよ。はい。お、橘先輩、今から帰るんですか。橘先輩ってなんか慣れてないから言いづらいな。ああ、お前か。そうだが、一緒に駅まで帰りませんか。悪いな、帰りに寄るところがあるんだ。ではな。あんちゃんとデートかな。橘さん、今いいですか。どうした、うちの奴らが何かしたか。いや、一人はですね、元彼で、もう一人は今後の彼になる予定なので、今はまだ大丈夫。皆さんよくしてくれますよ。そうか。少しお話でもと思ったんです。ああ、分かった。なんか橘さんクールだな。あれ、こんなに、こんなにというか凛々しい方だったっけ。なんかすごい熱いイメージはあったけど、こんなクールな感じだったかな。先輩、暗幕と板の必要数の確認をお願いできますか。ああ、暗幕をもう少し増やさないか。まだ余裕があったと思いますので追加で申請しておきます。あと板は大丈夫ですか。ああ、それは問題ない。暗幕の件頼んだぞ。わかりました。業務連絡。橘さん、今いい。どうした。あ、大丈夫よ、仲良くしてるよ。そうか。お話。ああ、分かった。やった。どう
うしようかな。前回テニスの話をなんかさらっとというか重い感じになっちゃったけど、話題的にはどうだ？先輩は監督も兼任してるって聞いたことがあるんですけど、本当ですか？ああ、本当だ。監督ってどういうことするんですか？部員の練習メニューを作ったり、コンディションを把握したり、いろいろだな。水木さんと同じじゃん。大変そうですね。いや、大丈夫だ。俺が好きでやっていることだしな。あー、かっこいい。確かにラッシュ&ドリームの夢の中でも母親を思う出来のいい息子だったよ。先輩頑張ってください。橘さん、何かお探しですか？ああ、お前か。いや、暗幕とガムテープを探してるんだが。暗幕は発注するように申請したんだけど、足りなかったのかな？あれ、発注した分では足りませんでしたか？ああ、ちょっとしたトラブルでな。急遽必要になったんだ。言ってくださればすぐに用意しますよ。ガムテープと暗幕ですね。こっちです。ここの棚に暗幕があります。何枚必要ですか？差し当たっては2枚で足りるだろう。わかりました。よっ、よってなんだ。なあ、待て、俺がやる。あ、すみません、結構重くて。構わんよ、こういうのは俺たちの仕事だ。さて、あとはガムテープだが。せめてガムテープは私が持っていかせてください。ガムテープはこっちの棚に。 ありました。いくつ必要ですか？3つだ。布製があればそっちを頼む。布テープですね。ありますよ。あ、待って。何、またトラブル？ん？どうした？お、テープが転がってきたな。どれ？あ、待ってって追いかけてるやつか。あー、待って、キャッ。これは頭と頭ごっつんして、あれ、私がいる、俺だっていう昔懐かしい NHK のね、ドラマでどっちがどっちっていう番組やってたんですよ。まああれは坂道を転がったんですけどね。想像してた通りになった。あ、いたたた。ああ、おい、大丈夫か？ああ、なんとか交換はしなかったみたい。よかった。あ、すみません、交換というか入れ替わりだけど。私は大丈夫です。先輩こそ大丈夫ですか？ああ、大丈夫だ。しかし見事に頭からぶつかったな。なんか嬉しいような恥ずかしいような。そうですね、お互い気をつけないとな。はい。さて、探し物は見つかったし、そろそろ戻るか。はい。お、この流れで一緒に帰れるか？ああ、お前か。そうだが。今日こそ一緒に帰ってください。そうだな。やった！そうするか。ありがとうございます。あ、でも何も起こらず。もう駅。そうか。早いな。そうですね。では、またな。はい、さようなら。橘さん、今いいですか？どうした？あ、大丈夫、仲良しよ。そうか。じゃあお話ししよっか。ああ。さっきほど特殊話題で
和太鼓の話題をゲットしたんですけれども、これは昼以降になりそうです。さてどうしようかな。下に行くほど好感度が上がんないと下がる確率高いし、宿題か天気か、本にしようかな。本だったらまだギリ。あ、でも漫画と小説のパターンがあるんだよな。なんかおすすめの本とかありますかにしてほしい。夏の時期って雑誌とかに怖い話がよく載るじゃないですか。先輩そういうの読んだりしますか？買ってまでは読まないが、全く読まないわけではない。私も買わないですよ。その雑誌が家にあるだけで怖いですから。じゃあなんでそんな話した？それなのに読むのか。はい、怖いもの見たさで。変わってるな。あ、よく言われる。あ、でも結構上がるな。立花さん、どうした？本当に大丈夫よ、心配しないで。そうか。ああ、じゃあ特殊話題ができるかな。これだ。橘先輩はアトラクションで和太鼓に参加するんだよね。ああそうだ、この前打ち合わせしてるのを見ましたよ。そうか。先輩と和太鼓ってなんだかものすごく似合ってる気がします。それは褒めてもらってるのかな。褒めてるんだよ。橘さん男って感じだもん、漢字の漢で。はい、男らしくて素敵だと思います。そこまで言われるとさすがに照れるな。本当ですよ。そうか。アトラクションの発表楽しみにしてますね。ああ、頑張ってみる。ああ、それとな。あ、連絡先ですか？お前携帯は持ってるか？持ってますよ。では電話番号を教えてくれ。いろいろと連絡することがあるからな。いいですよ。よし、登録は完了だ。何かあればこれで連絡をする。はい、わかりました。これ家に帰ってさ、あんちゃんに、お兄ちゃん携帯鳴ってるよ。あれ、この子ユリアじゃない。お兄ちゃんユリアとどういう関係なのっていう兄弟の仲睦ましい光景とか、光景というかそういうことないのかな。橘さん、何かお手伝いすることありませんか？橘さん夕方にイベント多いね。ああ、いいところに来てくれた。今から暗幕を張るんだが、手伝ってくれるか？あ、また暗幕か。まあ、今回は張る作業か。まずは周囲の壁と天井を隠してしまわないとな。そうですね。そっちの壁から始めよう。脚立を押さえていてくれ。わかりました。これが最後ですか？ああ、残りは仕切りを作った後に貼ろう。エアコンの通風口以外はほとんど真っ黒になりましたね。エアコンの通風口っていうか、そこはマジックとかで塗らないのかな。かなり室温が上がるな。エアコンをもっと強くしないといかんな。もう倉庫とかでついてるあの強力なやつの方がいいんじゃないかな。そうですね、空調は中央で管理しますから報告しておきます。そうか、頼む。大丈夫かな、中央で管理って。はい、手伝ってくれてありがとう、助かったよ。いやいや、運営いいんだもん。仕事ですから。それでは。あ、また帰れる。ああ、お前か。そうだよ、帰ろう。
一緒に帰ろう。そうだな。やった。そうするか。これ早いうちに生イベント来るかな。もう駅。そうか、早いな。そうですね。ではまたな。さよなら、また明日。めっちゃ上がるやん。立花先輩。よう、委員会からの連絡か。いえ、違いますよ。そうか、急いでいないなら少し話していかないか。お、お誘いだ。そうだな、ここはやった音楽どうか。音楽は聞かなそうなイメージだけど、なんか意外と食べ物とか。先輩は食べ物で何が好きですか？そうだな、なんか和食が好きっていうイメージ。煮物とか、なんかほうれん草のおひたしとか好きそう。何でも好きだが、強いてあげればヤムチャだな。あら意外、中華料理？ヤムチャって中華料理のイメージだけど。ヤムチャですか。模擬店であったかな。ヤムチャってどんな感じだ？シューマイとか？そんなん？ヤムチャをあまり理解していないや。さすがにないんじゃないか。ちょっと残念ですね。先輩の好きな食べ物屋さんがなくて。あ、じゃあ今度行きません？デートとかで。まあな。こう下がるんじゃない？あ、よかった。立花さん、さっき好きな食べ物で、立花さんほうれん草のおひたしとか好きそうとか私言ってたけど、それ好きなの神尾くんなんだね。あなたの後輩でしたわ、ほうれん草のおひたしが好きなの。ああ、お前か。何かお手伝いすることありますか？いや、今は。そうですか、では。なあ待て、少し話をしよう。あ、はい、何でしょう。お前はうちのテニス部の連中をどう思う？どうってどんな？最初はちょっと怖かったです。そうだな、原作というかアニメの第一印象はまあそんな悪いイメージなかったけどね。まあ一番印象が悪かったのは跡部様だけど。そうか。でも今は違います。みんないい人たちですよね。そう思うか。はい、まあ、まだイブ君しか付き合ったことないけど、イブ君意外と優しかったよ。そうか、だったら話そう。あ、テニス部のこと？大丈夫？こんなところで。どこかさ、あの夕焼けの中の公園のベンチとかで話さない？お前、以前になぜうちの部員が7人しかいないのかと聞いたな。はい。前はいたんだよ。いや、正確に言うと前のテニス部にだな。前のテニス部？今の俺たちのテニス部はその前のテニス部から飛び出して作ったものなんだ。じゃあ前のテニス部は？全員辞めたよ。一体。順を追って話そう。俺が去年この学校に転校してきたことは知っているか？あ、そうだよね、立花さん転校生だったわ。あれ、初耳。全く知らないじゃん。無知にも程があるよ。俺が転校してきた時、ここのテニス部は上級生によるいじめが横行していた。いじめが。力のある者がレギュラーになるのではなく、ただ単に上級生だからという理由でレギュラーが決まっていた。はい。そこで俺は入部早々、見込みのありそうな1年を連れて別のテニス部を作った。ところがそれを見た上級生が俺たちに暴力を振るってきたんだ。ひどい話だよ。そんなひどい。
俺たちは手を出さなかった。えらい、泣いちゃう。泣きはしないけど。しかし顧問の先生は腫れ上がった俺たちの顔と無傷の上級生を見ても俺たちが手を出したと決めつけた。何それ、自作自演でもしたっていうのかな。その顧問さ、校長にお前はクビだとか言われなかったのかな。むしろ顧問じゃなくて校長を味方につけた方が良かったんじゃない。そこで俺は切れちまってな、暴力沙汰だ。そんなことがあったんですか。まるで俺物語の竹雄くんだね。まあちょっと状況違うけど。その後俺たちは新テニス部を申請し、なんとか許可をもらった。それが今の俺たちだ。すごいですね先輩は。いや、俺はただもう一度テニスがやりたかっただけだ。もう一度？なんでもない、忘れてくれ。九州時代のことかな、千歳との。お前が最初にこのことを聞いたとき、俺が話さなかったのは、私信用というか信頼されてませんでした。まず今の俺たちの姿をお前に見てほしかったからだ。その上で今の話をしたかった。いきなりさっきの話をして先入観を持たれたくなかった。みんないいやつだからな。そうですね。それに立花先輩も。俺が？いや、俺はお前が思ってるようないいやつではないぞ。いえ、そんなことないです。先輩はいい人です。とにかくそういうわけで、今は部員がギリギリの7名しかいない。全国大会に出場できたことで来年の新入部員はある程度確保できるだろう。しかしできれば今の生徒たちにも中途でもいいから入部してもらいたい。今回の学園祭は絶好の PR になるはずだ。そのためにも俺たちは優勝を目指す。お前にはこれからもいろいろと手伝ってほしい。手伝う、何でも手伝う。何だったらマネージャーになる。もちろんです。私にできることなら精一杯お手伝いさせていただきます。ああ、ありがとう。かっこいいな。立花さん。よう、委員会からの連絡か。ないよ。そうか、急いでいないなら少し話していかないか。じゃあ話そう。ちょっとそこのセブンイレブンもどきのところでおにぎりとおでん買ってくるからさ。さてどうしよっかな。おしゃれはまだ早いような気がする。宿題大丈夫か。言っちゃえ。先輩は得意な宿題ってあるんですか。この教科なら任せろみたいな。お前手伝ってもらう気満々じゃん。お前って言っちゃった、ごめん。得意な宿題か。宿題が出る教科で得意といえば英語くらいだ。うわ羨ましい、私英語めっちゃ苦手。本当は技術の方が得意なんだが宿題は出ないからな。技術か、日曜大工とかやってんのかな。そうですよね。でも私技術の宿題出たよ。なんかちっちゃい小物作ってこいみたいなことを言われてさ、ペライチの紙に技術の宿題はこれこれこうですって書いてあって、はぁと思ったもん。それじゃあ英語でわからないところがあったら先輩に聞いてもいいですか。ああ。これは図書館デートで宿題だ。すごいお化け屋敷になりそう。怖いやら楽しみやら。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。